トレサ。 ありがとう。 なんだ。
これは。
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも希少な。いらっしゃい、世にも希少な壁戦石だよ。さあ見てってよ、隣の女より安くしとくよ。なんですって。隣に店を出すなんて。売られた喧嘩は買ってやろうじゃないの。美しい。しかしお隣と同じ石のようだ。何か違うのかね。同じ石でも純度が違うよ。ほらよく見てみな。透き通って奥まで見える。不純物がない証拠さ。綺麗なもんだろご婦人。あなたの瞳には負けるけどね。まあ、なんなのよあいつ。ところで旦那、娘さんがいらっしゃるね。その人形ボルダーフォール製だろ。高貴な娘さんが欲しがる一品だ。うん、その通りだ。わかるぜ、娘には最高の土産を持って帰ってやりたいもんさ。だけどその人形で本当に満足かい。この石は俺の技術で磨いた一級品。見てくれよこの輝きを。娘さんはこの光を見つめて毎日こう思うのさ。お父様はどうしてるかしら、どこを旅しているのかしら。ねえ、早く帰ってきて、お父さん。どうだい旦那、もう悩む理由なんてないだろ。確かに、娘の喜ぶ顔が浮かぶようだ。面白い少年だ。一つもらっていこうか。毎度あり。さあ、ご注目ご注目、世にも珍しい壁戦石だよ。ここでしか手に入らない希少な石、価値は俺が保証するよ。私にもくださいな。うん、一つ譲ってくれ。毎度あり。繁盛繁盛。おや、お隣さんはずいぶん寂しいな。今回は負けを認めるわ。したってあんなにうまく回るものなのね。お宅の舌は見せかけかい。お客の心も財布の紐も商人の言葉次第さ。何よそれ、調子いい言葉ばっか並べて。本当にいいものを見極めて提供するのが商人でしょ。客食と言ってくれよ。お客も満足してるだろ。商人は言葉が武器だ。覚えときな、もやし女。
ドレサさん。しょうがないな。ところで、いいね。そんで。そって。え？ほう。ふん。あ？いいか。おいおい、おい、なんだって。おいおい、なあ。ちょっと。ふん。オマール。おい。Hmm.
Yes.
始めよう。私の出番だな。かかってこい。それでは。オマール。はい。君か。わしの下で働く気になったかね。それはお断りよ。もう少し賢明かと思ったが、金が嫌いな人間などおらんだろ。この男も大金で雇ったが、実にいい働きをしている。頭の固い元地主を力ずくで追い出した。おかげで今はわしが地主だ。土地も人の心も金次第。金で動かぬものはない。どうだ少年、お前も雇ってやらんでもないぞ。
いややめておこう。先ほど名前を聞いて思い出したが、いつ父親と同じペテンを働くかもわからんからな。え？やめろ。そいつの父親は南の方じゃ有名なペテン師でな、あることないこと言いふらし大金を手にした商人だ。だが最後は自分が欺かれた。友人の借金を背負って破産したそうだ。アリン、商売にとって情ほど目を曇らせるものはない。バカな男だ。もっぺん言ってみろ。俺の親父を侮辱するなよ。親父は人を騙してなんかいない。親父の言葉はいつだってお客を幸せにしてきたんだ。何度でも言ってやる。お前の父親は負け犬だ。この世界じゃ儲けたものが正義だ。分かったか、この二流め。くしょう。わしの下で働く気がないなら、どこかへ売り飛ばすか。はした金にはなるだろう。モーロックさん、あなたの言葉には少しも共感できないわ。いくら大金持ちだからって人をバカにする権利はないわ。それに人を騙してるのはあなたの方じゃない。金鉱石を安く買い叩いて本当に利益を独り占めして、そうは問屋が下ろさないわよ。うるさい小娘だ。オマール、黙らせろ。金の力を思い知るがいい。踊ろうかしら。行くよ。お金に止めはつけないわ。狙い撃つ。横一文字切り。それでは。狙い撃つ。横一文字切り。出番。そこ。行きましょう。氷蘭よ、巻き起これ。さて、狙い撃つ。
一番やり。私の番。これを行きましょう。狂乱よ、巻き起これ。私の出番だな。あと行くぞ。十文字切り。踊ろうかしら。舐めないでよね。さあ、どうする？あわあわ。わふーん。え、いい？へい！さあ、どうする？わあ！トレさん、借りができちまったな。商人の世界じゃ借りっぱなしは許されない。いつか必ず返す。楽しみにしておくわ。
あいつが言ってた通り、俺の親父はペテン師って言われてた。親父の詳細に嫉妬した同業者が言いふらしたんだ。親父が友人に騙され、多額の借金を抱えてるのも本当だ。でも俺は、親父が教えてくれたことを信じてる。言葉が、お客を幸せにするって。親父のやり方で稼いで、いつか大金を持って帰るんだ。アリなあ、大競売って知ってるか？港町グランポートで開かれる商人の祭典さ。世界中のお宝が集まって、各国の富豪やらお偉いさんがやってくる。そこで手に入らないものはないって言われるほどなんだぜ。俺はそれに出るのを目指してる。大競売で名が知れたら、誰もが認める一人前の商人だからな。大競売か。うん、私も目指すわ、それ。言うと思ったぜ。私も一人前の商人になりたいもの。うん、いい目標ができたわ。言っとくが、半端なお宝じゃ門前払いになるぜ。望むところよ。素敵なお宝を見つけていくわ。じゃあまた競争だな。次に会うときは、お前を顎で使うぐらいの大商人になったるぜ。顎で使われるのはどっちかしらね。ちっとは口が達者になったな。じゃあな、もやし女。これが商人アリーとの出会いでした。最初はただの嫌なやつだと思っていたんだけど、今は良きライバルと思ってる。出会いってわからないものね。ともかく、大競売という新しい目標ができた私は、手記の足跡を追ってビクターフォローへ向かうことにしました。大競売に出品するとっておきのお宝を探すために。トレサー、